どうも、IS チャンネルです。2020年の秋に、観光用特急車両のバブリーな作りだったクリスタルエクスプレスやノースレインボーエクスプレスの置き換え用として登場したキハ 261K5000 番台のハマナス編成に乗車した時の動画を公開します。宗谷本線の特急は普段はキハ 261K0 番台で運転されていますが、しばしばハマナス編成で運転されています。このハマナス編成は実は製造コストが5両の1編成で約20億円なので、1両あたり約4億円かかっています。先輩のキハ 261K の1両あたりのお値段は0番台が約1億7500万円で、1000番台は約3億円です。ちなみに東海道新幹線の N700A は1編成で約50億円で、1両あたり3億1250万円です。勾配区間を走り、周波数が 50Hz と 60Hz の両区間を走る北陸新幹線の1編成は約33億円です。12両編成なので33億円を12で割ると1両あたり2億7500万円です。これらの車両と比べていかに製造コストが高いかが伺えます。ハマナス編成運転日の名寄駅の発車時刻案内の電光掲示板です。このように列車のイラストとハマナスの表記となぜか元気です宗谷線の表記も出てきます。こちらは特急の乗車位置案内のモニターです。改札の上の特急乗車位置の案内とともに5両編成はハマナス編成の内容になっています。別のモニターではこんな感じで編成の変更の案内をしています。ハマナス編成の特急サロベツ2号が入線します。車内を旭川方面の4号車から見てみましょう。このようにカラフルなシートが並びます。車端部は大型の荷物スペースとなっています。すべての座席には折りたたみのテーブルとコンセントがあります。3号車に入ってすぐ左側に男子トイレ、右側に男女共用トイレがあり、客室手前左側は洗面台で、右側は大型の荷物スペースとなっています。悪趣味なので男女共用トイレを見てみましょう。洗面所はこんな感じです。荷物スペースはこんな感じです。3号車の車内を見てみましょう。左側の車端部には荷物スペースがあります。カラフルなシートが並びます。荷物スペースはこんな感じです。デッキ側車端部の左側は業務用スペースです。2号車は3号車と同じ作りになっています。左右にトイレがあり、洗面台と荷物スペースがあります。2号車の車内も左側の車端部には荷物スペースがあり、カラフルなシートが並びます。1号車を見てみましょう。両端には車掌室があります。車内を見てみましょう。入ってすぐに左右に荷物スペースがあります。カラフルなシートが並び、奥の車端部には車椅子用のスペースがあります。
実は全車内には Wi-Fi があります。デッキの左側には車椅子対応のトイレがあり、右側には男子トイレがあります。ここまでで5両編成なのに4号車が先頭で1号車まで見てきました。残りの最後尾の1両は丸々1両がラウンジカーなので、自由席扱いの同結1号車という扱いになります。そのラウンジカーを見てみましょう。ラウンジの入り口の左側の手前は業務用室で、奥には多目的室があります。右側は車内販売準備室になっています。多目的室を利用するには車掌さんの許可が必要です。多目的室の外観はざっとこんな感じです。車内販売準備室を反対側から見た様子です。当然シャッターは閉まっています。ハマナスラウンジに入ってみましょう。大きなテーブルのあるボックス席が4つと、窓側の長いテーブルに向いている席が10席あります。大きなテーブルのあるボックス席はこんな感じです。スマホやタブレットを充電できる USB 端子が各テーブルにあります。長いテーブルに向いている席はこんな感じです。蓋を開けるとスマホやタブレットを充電できる USB 端子が各椅子の前にあります。そんなハマナス編成も旭川駅に到着し、回送列車になりました。今一度外側から編成を見てみましょう。特急サロベツ号は特急ライラック号と同一ホームで乗り換えができるので、このようなハマナスカラーと緑色のコントラストが列車で見ることができちゃうんです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。